私はアルファ様のことを七影の中でも特別な存在だと思っています。シャドウ様にとってはいかがですか？やはり共にシャドウガーデンを作り上げた立役者、特別な思いがあるのではありませんか？好き？主様は私の好きな物語を覚えていますか？覚えていないんですか？ほら、昔はよく聞かせてくれましたよね。何度もせがんだのを私はよく覚えています。やめてください。怖い話は思い出したくないです。やった、やっぱり覚えていてくださったんですね。嬉しいです。兵法？記憶にはないのですが、まさかある日突然素早く動けるようになったのはその兵法というもののおかげ。主様、三つ星の新商品をまた飲みに行きませんか？だってあの緑色で少し苦味のある大人の味、私あれにハマってしまったんです。そんな通いすぎだなんてこと。1週間2週間、あれ、私気づいたら2週間連続で通ってる。主様も気に入っているんですね。味の好みが同じだなんて嬉しいです。主様、スライムなんか飲んだらお腹壊して。これは毒物に対する抵抗力をつける訓練。そういうことなら主様に習って私も。主様、少しご相談したいことがあるのですが。実は私、ここだけの話、アレクシア王女のことは少し苦手なんです。私たち主様にはそう見えてるんですか？確かに苦手なだけで仲が悪いわけではないですけど。ですよね。本当、私は常に遠慮しているのに、あの方は主様に対して慣れ慣れしすぎなんですよ。世界戦？もしかして私、気づかないうちにアレクシア王女のいない異世界に転生？つまりこの世界にはもう邪魔者はいないと。はあ、パーティーに潜入することになったのですが、どんなドレスを着ていったらいいかまだ決めかねているんですよね。参考までに主様は私にはどんなのが似合うと思いますか？鮮やかな赤。赤はちょっと苦手な色で、あまり持っていないんです。そうだ、イプシロンに選んでもらおうかな。私に対する主様のイメージは清掃なんですね。だから白が似合うと。嬉しいです。確かに。でもスライムスーツでパーティーに潜入するのは目立ちすぎるのでは。色黒のドレスってことですよね。主様の日常を見ていると、私学園生活というものに憧れるんです。憧れる要素はいろいろあるんですけど、私ってそんなに食い意地が張っているように思われてるんでしょうか？
実はそうなんです。魔剣士学園の制服って可愛いじゃないですか。制服で学園に潜入してみていいですか？私はそんな大それたことは考えていませんよ。ただもし主様が学園の支配を望まれるのであれば、このベータお力になります。また学園図書館に潜り込んで新しい本を読み始めたんですよ。主様も気になりませんか？前に読んでいたものの続編なんですけど、これもまた面白くて。待って、私そんな本を読んでるなんて言ったことありましたか？確かにタイトルには興味を惹かれますけど、前のはミドガル王国編、今度のはオリアナ王国編。危険な動物なんかも地域別に載っていて、旅をする上でも役に立ちそうです。あの何の変哲もない学園図書館にそんな魔導書が隠されているのですか？存在をすでに察知している主様、さすがです。やっぱり髪くらいイメチェンした方がいいかな。自分でも少し地味かなって最近思うんです。主様はイメチェンに反対ですか？そっか、主様は長い方が好きなんですね。主様がそう言うなら、そのうち伸ばしてみようかな。ありがとうございます。実は私もそう思ってて、ずっとこの髪型なんですよね。よかった、主様も同じ意見で。肉体改造ですか？それではイメチェンというより特訓とか修行に。はっ、つまり主様は怠惰な私に試練を与えようと。私どれだけ剣の修練をしても、主様はもちろんアルファ様にも遠く及ばないんですよね。悩んでいるわけではありませんけど、私の剣の腕前、主様にはどう見えているのか正直に教えてくださいませんか？そうですか。主様に直接そう言われると少し落ち込み。いえ、これはさらに努力しろという叱咤激励と受け止めます。理想の剣筋、つまり主様の剣に近づいてきたと。わあ、ありがとうございます。努力してきてよかった。剣の腕を極めようと思うのならば、死を倒して行けと。つまりそういうことですか？なんという試練。はあ、主様、先日招かれた先で少し困ったことに遭遇してしまったんです。私はどのように対応すればよかったのか。トラブルと言いますか、招かれた先で苦手な食べ物を出されたら、主様ならどうされます？それはさすがに失礼に当たりませんか？実際に試すのはちょっと怖いですね。実はそうなんです。さばかれた魚が皿の上でピクピクって、しかも目が合ってしまって。なるほど、その英知をもって主様はこの世に存在する全てを平らげてしまうのですね。
主様は最近何か嬉しいことありました？実はほんの些細なことですけど、私も嬉しいことがあったんです。そうですか。おめでとうございますとは言いにくいし、反応に困りますね。奇遇ですね。私も素敵な読書向きのカフェを見つけたんです。お互いに後で教え合いませんか？世の中には辛く苦しい日々を送っている人も多い。その方たちを思えば浮かれるものではないと。これはそういう慈悲深い主様のご配慮。私、息抜きに料理を作ったりするんです。意外でしたか？ちなみに主様は手の込んだ宮廷料理と素材を生かしたシンプルな家庭料理、どちらがお好きですか？宮廷料理、作れるように努力してみようかな。ただの独り言ですよ。やはり家庭料理はほっとしますからね。機会があれば私の得意料理も主様に振る舞って差し上げたいです。主様が選べない、いや、あえて選ばない、これは相手の好みを想像し、どうもてなすか臨機応変な判断力を養えという試練なのですね。時間のある時は居心地のいいカフェを見つけて読書を楽しむんです。それで私、カフェで読書をする時、ちょっとしたこだわりがあるんですけど、わかりますか？それはさすがにお店に迷惑ですし、影として目立つことは避けた方がいいのではないかと。そう、些細なことなんですけど、いつもと違う席だとなんとなく落ち着かないんです。分かってくださいます？それはつまり気配を消し、環境に溶け込む訓練。常に自己を磨くことに余念がない。さすが主様です。まさか一口食べただけであんなにも幸せな気持ちになれる食べ物があるとは思ってもみませんでした。主様も召し上がったことがありますか？あ、ほら、前に少し話したことのあるあれです。いや、やめてください。あの強烈な匂いの記憶がよみがえってきてしまいます。はい、想像するだけで口の中が幸せな気分になってきます。主様が言葉を濁されている。主様の言葉の影響力を考えれば、軽々しく口コミ評価はできないということ。まだ幼少の頃から主様には影の英知からたくさんのものを与えていただきました。そうですね、特に一つ挙げるとすると、持って、私そんなものを教えていただいた記憶がないのですが、モテとは一体どのような英知なのでしょうか？やはりそれが一番ですね。人を殺すたびに嘔吐し、震えることしかできなかった。そんな私に主様は戦う意味をくださいました。なんて哲学的な言葉。つまり主様からいただいた英知は一つ一つが全てつながっている
という意味。はあ、ショックからなかなか立ち直れない。なんであんなことに。主様、最近すごくショックだったことがあるんです。それをまだ引きずっていて。確かに財布を落としたらショックですね。でも今回はそれ以上のショックで。さすが主様、すべてお見通しだったのですね。そう、閉店の知らせを見た日から未だに引きずるほどショックだったんです。はあ、なんでしょう、主様の温かい言葉を通して流れ込む魔力が私の昇進を癒してゆく気がします。市場を歩いていると、果物の王様と呼ばれるものをよく勧められるんです。なんで私ばっかり。やっぱりあの匂いがちょっと。ちなみに主様は果物の王様と呼ばれるものを食べてみたいと思いますか。本気なのですか。私では近寄ることもできなかったのに。ですよね。主様でも苦手なものがあると知って少しほっとしました。なるほど、王と名の付く相手を目の前にして退くわけにはいかないと。敵前逃亡したベータはまだまだ未熟です。私の性格について納得いかないことを言われたんですが、主様、聞いてくださいますか。私って嫉妬深いんだそうです。自分ではそんなことを思ってもみなかったな。主様はどう思われます。主様にもそんな風に思われていたんですか。ですよね。私は主様に悪い虫を近づけたくないだけであって、嫉妬とは違いますから。ですから嫉妬ではなく、ただあの女、主様にふさわしくない女性はおそばに近づけたくない、それだけですよ。主様は幼い頃の記憶ってはっきりと残っていますか。ふと他の人は残っているものなのか気になったんです。私、悪魔月として追われた前後の記憶がおぼろげだから羨ましい。あ、いえ、やっぱり辛い記憶なら忘れた方がいいのかも。主様もですか。よかったと言いたいけれど、主様の記憶は私と違って忘れたいような辛い記憶じゃないんでしょうね。すべての記憶はしっかりと脳内に刻まれている、そうおっしゃりたいのですね。その記憶の一端が影の英知だと。最近のイプシロン、なんだか私に対して挑発的な気がしませんか。例えば朝一番に会った時に挨拶と同時に体を押し付けてきたり、あれはどういう意味なんでしょうか。気のせい？なのになんで主様、私から視線をそらすんです。ねえ、こっち見てください。張り合うって何を。いえ、主様の視線でなんとなく気がつきました。
向こうがそのつもりなら私も負けません。まさか全て主様のご指示なのですか？七影を競わせさらなる実力向上を促そうと、そういうことなのですね。いつも主様は朝食に何を召し上がります？なんてふと気になってしまったんです。ああそうか、主様は学園寮ですからね。私の場合はそうだ、何を食べるか当ててみてくださいますか？エッグスラー、それは料理なのですか？まさかこのタイミングで新たな英知を得ることができるなんて。さすが、主様に見通せないものはないのですね。特に焼きたてというところが大事、大事なんですよ。確かに最近少し体重が増えて体のキレが悪くなったかもと気にしてますけど、でも朝はしっかり食べたい派なんです。私、任務先に向かう前に自然とやってしまうことがあるんです。私の場合、まずは赴く地の事前情報を仕入れて、それを読みながら。いや、待ってください。妄想ではありません、想像です。細かいようですけど、そこの違いは大事なんです。これから向かう国、出会う人、そこから何が始まるのか想像してると楽しいですね。現実には楽しいことばかりではないですけどね。設定？設定って何ですか？主様の魅力は語り尽くせませんね。語る機会があれば何時間でも語れると思いますよ。ただ数ある魅力の中でも私が好きなのは、ないなんてことあるわけないじゃないですか。謙遜されているのですよね。はい、刻意に身を包み試作にふけりながら遠くを見つめる眼差し、完璧な構図です。もちろん主様は立ち振る舞い言動すべてが魅力的。一つに絞ろうとしたベータの考えが浅はかでした。読書に夢中になっているとコーヒーを入れてあったことをついつい忘れてしまうんですよね。それで気づいた時にはコーヒーはすっかり冷めて美味しくなくなってるんですよ。もちろん捨てたりはしませんよ。ちゃんと飲み干します。美味しくはないですけど。主様でもやってしまうんですね。温め直しても香りが飛んでしまうし、結局我慢してそのまま飲んでしまうんですけど、主様があえてこうおっしゃるということは、冷めてまずいコーヒーを飲むことで何か特別な効果がある。試してみます。いえ最近少し寝不足気味なんですよね。つい夜更かししがちで。はい。なんて昔夜遅くまでデルタと騒いでいたのを主様にそうやって叱られましたね。懐かしい。
実はそうなんです。筆が乗り始めるとついつい時間を忘れて、気づくと朝だったりするんですよね。は？あ、いいえ、それが夜更かしの理由はその任務ではなく執筆で。何でもありません。ベータは元気です。アルファ様は別格として、ガンマの頭脳、デルタの戦闘力、イプシロンの緻密さなど、七影はそれぞれ秀でた分野がありますね。ちなみに主様、私の秀でてる部分ってどこだと思います？誰がそんなことを言ってたんですか？愛想笑いが得意だなんて心外です。小説と言われるかと思ったんですけど、スケッチのことも見ていてくださっていたんですね。実はささっと情景を描写するの得意なんです。主様の地獄、そこまで評価していただけているとは。シャドウガーデンの情報収集担当として、これ以上の栄誉はありません。主様もご存知のように、私食べるのが遅いんですよね。昔からみんなが食事を終わった後もグズグズと。どうしたら早く食べられるようになるんでしょうか？それはなかなか過酷ですが、主様がおっしゃるのなら挑戦してみます。やはり主様はお優しい。食べるのが遅くても主様が最後まで見ててくださるならいいかな。スタイリッシュに食べるとは？つまり剣術の方のように、まずは自らのスタイルを確立せよという意味。主様から聞かせていただいた物語はもちろんですが、私もっといろんなお話を書いてみたいんです。ただ自分には絶対無理だろうなって思うジャンルがあるんですよね。それはむしろ書きたいです。主人公のエルフの少女が孤高の剣士と恋に落ちる純愛物語とか。え？モデルなんかいませんよ。泥沼にはまっていくようなドロドロした関係って読んでドキドキはするんですが、想像が追いつかなくて書ける気がしませんね。はあ、戦記ものならシャドウ様戦記という作品をすでに。ええ、何でもありません。私は何にも言ってません。教団との戦いが続いている中で、将来の話なんてしたら笑われるかもしれませんけど、叶うかどうかは分かりませんけど、前にも少し話したことがあるかもしれませんが、私夢があるんです。いえ、そっちの夢じゃなくてですね。はっ、覚えていてくださったんですね。小さなカフェを営みながら執筆活動、今のところは夢でしかないんですけどね。そんな大それた夢はありません。世界征服だなんてデルタじゃないんですから。雪の日って前は寒いだけであまり好きではなかったんです。むしろ大好きです。
どうして変わったのか主様には分かりますか？確かに昔七影のみんなで小さな雪だるまを作った記憶はありますけど、好きになった理由とはちょっと違うかな。はい、主様が小さな虫眼鏡で見せてくれた雪の結晶、キラキラと宝石のように輝いていて、はあ、すっごく綺麗だったんですよね。はい？なんでですか？自由に気候を操るほどの魔力、私にはありませんよ。至福の時間ってありますよね。私の場合、好きな作家の本を読みながらコーヒーの香りに包まれている瞬間でしょうか。いい気分転換になるんですよ。そうなのですか？なるほど。これが先日主様が言っていた過ぎたるは及ばざるが如しということ。カフェイン？それは新たなる英知ですか？ふむふむ、なるほど。そのカフェインという物質がリラックス効果をもたらすと。違います。そういう意味で言ったんじゃありませんよ。作家活動はあくまでも任務のための仮の姿です。主様にはずっと伺いたかったことがあるんです。すでに比類なき英知をお持ちでありながら、さらに学園で学ばれるのはどのようなお考えからなのですか？なんとなく？そうですね。主様のレベルになると、なんとなく学園に通っていても自然と英知が身につくというわけですね。その謙虚さ、そして常に新たな知識を追い求める姿勢、さすが主様です。そんな主様をベータはますます尊敬いたします。失礼いたしました。私などには想像もつかない理由があるのでしょうね。それに思い至らず差し出がましいことを。私、無難なものばかり選んでないで、もっとチャレンジしないとってよく言われるんです。特にイプシロンにはよく言われますね。自分ではそんなつもりはないんですけど、他人からはそう見えるんでしょうか。チャレンジと言われても難しいですよ。今の私は主様に出会う前に比べればはるかに満たされているからな。主様は優しいからそう言ってくださると思いました。私、以前に比べて積極的になったと思うんですけど、イプシロンから見ればじれったいんでしょうね。唯一無二、孤高の存在である主様ならではのお言葉。私も何事にも動じないようさらに精進します。以前、真夜中にシャドウ様が遠くを見つめていた学園の先頭があるじゃないですか。私も登って同じことをしてみたんです。同じ光景が見えると思ったんですが、確かに自分の思い上がりであったこと、改めて思い知らされました。私にはただ夜空が見えただけで、シャドウ様のように遠くは見通せませんでした。やはり私には導いてくれる方が必要です。つぶやく？そういえば主様はたまに始まったななどとつぶやかれていたような。
あれを私にもやれというわけですね。ミドガル王国では今パンと麺が合体した食べ物が流行してるんですよ。興味なさそうにされてますけど、主様のことですからとっくにご存知ですよね。メロン、麺はどこに行ってしまったのでしょう。おお、さすが主様は流行もちゃんと抑えておられますね。ああ、その当然のことを聞くなという主様の自信ありげな微笑み。あらゆる情報はすべて主様の手の内にある。その国の情勢を調べるには書物、伝聞など様々な手段がありますよね。初めて潜入する地域の場合、情報を手に入れるのに有効な手段を主様はご存知ですよね。なるほど。自ら調べるまでもなく、情報は自然と主様のもとに集まってくると、そうおっしゃりたいのですね。はい、市場のような多くの人が行き交う場所で耳に入ってくる噂話というのは重要な情報源になりますね。いきなり本拠地に？でも確信をつくには最も効率的な手段、主様であればこそ可能な大胆な行動ですね。薄味が基本なミドガル王国の料理でも、オリアナ産香辛料はちょっとしたアクセントに重宝されるんですよね。でもミドガル王国以上に消費する地域をご存知ですか？確かに西方でも香辛料は好まれますけど、ミドガルと同じように料理のアクセントとして使うことが多いので消費量は多くないですね。さすがです。体を温める効果があるのでしょうか、北方の特に寒い地域に行けば行くほど香辛料、しかも激辛なのを消費するんですよ。それはどういう意味？まさか三つ星商会を動かし、オリアナ産香辛料の流通をも支配しようと？聖地リンドブルムでは祈りの時間があって、その瞬間は賑やかな街が一転静寂に包まれるんですよ。主様はその瞬間に立ち会ってみたいと思いませんか？申し上げにくいのですが、早朝のは聖職者の方中心の祈りで、私が言ってるのは夕方の方で。日が落ちると同時に街の喧騒が一瞬静寂に変わり、そしてまた少しして喧騒が戻ってくる。あの街の雰囲気が切り替わる瞬間は独特ですよね。夕暮れの街に静寂が訪れるとともに、颯爽と刻意を翻し姿を現すシャドウ様、静と動、静と影、確かに絵になります。オリアナ王国では様々な文化が入ってきますが、中でもファッションは多種多様。興味がないと言いながらも、主様なら今年流行するファッションもご存知なのでは？多様な文化を尊重するミドガル王国ですが、さすがにあの露出度の高いファッションを街中では難しい気が。主様、チャレンジされますか？さすが、抑えてらっしゃいますね。ファーと比較を多用したワイルドなファッションだとか。
その自信ありげな笑み、まさか主様は流行まで作り出そうというのですか。主様の才能は再現がない。市場、特に屋台街には多彩な屋台が出ていますけど、最近話題になってるのが水産物の屋台なんです。中でも人気なのが、私それは知らないんですが。さすが主様、誰よりも早くこの市場の最新情報をつかまれているとは。おー、主様ももう食べられたんですか。特製のソースを何度も塗りながら焼き上げた肉厚のイカがとっても美味しいんですよね。特定の商品ではなく、ここはあえて業態？一品では主様を満足させることはできないと。あ、覚えておきます。メモメモ。ミドガル王国だけでなく、オリアナ、ベガルタ、文学作品もそれぞれの国で特徴が出ますね。特に歴史のある国は名作と呼ばれる作品も多いんですよ。例えば、芸術の国オリアナ王国からは近年多くの人気作家が生まれているんですが、名作の数では歴史のあるベガルタがまだ上ですね。おお、これだけでわかるとは、さすが主様。ベガルタ帝国は歴史が長いこともあって、重厚な歴史小説や哲学的な作品が多いんですよね。どうして私をそんな目で見ているんですか。私にはまだ名作と呼ばれるようなものは。そんなプレッシャーかけないでくださいよ。どこの国もそうですが、旧市街が手狭になってくると新しい地域の開発が進みますね。オリアナ王国で最近になって開発が進んでいるのは、噂では聞いたことがありますが、主様はどこから港新設計画のことを。さすがの情報収集能力、脱帽です。その通りです。ただ問題もあって、住民は親しんだ旧市場を利用しがちなんですよね。新市場が馴染むのにはあと少し時間がかかりそう。つまり主様は町の発展に乗じた教団の動きがあるとすでに掴んでおられる。このベータ、光の部分に目を奪われていたようです。世界ではやはり陸路による交易が中心のようですね。オリアナ王国をはじめ、遠洋航海が可能な技術を持っている国はいくつかあるんですが、ただ実際に大きな船団を運用するのはそれなりに難しいようです。そうですね、私もカイロで旅をした時には、それはもう、あの苦しみを思い出してしまいました。なんだか実感がこもってますね。遠洋に出られる船は船員も大勢必要ですし、優秀な船員を揃えられるところは少ないでしょうね。確かに小さな国家に匹敵する資本と人材を持つ三つ星商会ならば、これはもしかして将来的には大艦隊を組織する布石。古い遺跡からは古代語や魔術文学で記された石板が今でも発掘されることがあるんですが、専門家も解読に苦労しているとか。そ
その言葉からは自信を感じられます。つまり主様ならば解読くらいたやすいということ。そうなのですね。なるほど、たやすいことに自ら手を出すまでもない。ごもっともです。やはりもし主様が解読することになったならば、その場に私も立ち会いたいものです。はっ、確かに不用意に触れるべきでないものもあるやもしれませんね。さすが主様はそこまで考えておられるとは。はあ、雨の日はどうしても気持ちが落ちてしまいますね。早く忘れてしまいたいのに、何年経ったとしてもあの記憶は拭い去ることができません。確かにずぶ濡れになると悲しいですけど、もしかして主様はわざと的外れなことを言って辛い記憶を忘れさせようとしてくださっている。悪魔つきとして追われ雨の中で泣いていた、なぜかその記憶だけが鮮烈に残っているんですよね。一番忘れたい記憶なのに。そうでした、あの雨の日に私は主様に出会った。ならば辛い記憶も忘れる必要はない、そうおっしゃりたいんですね。なんとオリアナ王国の新進気鋭の作家さんが新作を出されるそうなんです。はい、彼女のデビュー作は素敵なロマンス小説だったんですが、今度はどんなお話なんでしょうね。それは少しためらってしまいますね。いえ、読まずに判断はできませんから。ホラーだとしても頑張って読みます。でしょうか。ただ私が言うのもなんですけど、出力があるので他のジャンルも読みたいんですよね。立ちふさがるもの、つまりあの作家さんには教団の息がかかっていて、いずれ戦うことになる運命だというのですか。今日みたいな少し冷える日は温かいスープが美味しいでしょうね。私、寒い日にスープを飲むと思い出すんです。アルファ様と飲んだ特別な思い出。そうですね、あり合わせの具材で作った何の変哲もないスープでしたけど、私、いえ、七影にとっては特別かもしれません。主様も覚えておられたんですね。昔アルファ様の特訓で疲れ果てた体に染み込んでいく温かいスープ、美味しかった。最近の話ではなくて、昔の話です。あ、ほら、主様も飲んだことがあるじゃないですか。特訓の後にみんなで飲んだスープ、あれのことです。私はアルファ様のことを七影の中でも特別な存在だと思っています。シャドウ様にとってはいかがですか。やはり共にシャドウガーデンを作り上げた立役者、特別な思いがあるのではありませんか。その好きというのはどういう意味の好きで。私何を言ってるんでしょうね。はい、どんなに組織が大きくなってもアルファ様のいないシャドウガーデンは考えられません。想像力、
私にはピンときませんが。ああ、わかりました。主様のおっしゃることを正確に汲み取る能力に優れているということですね。ああ、またシャドウ様が一人で考え込まれている。どんなことを考えられているのだろう。私ではお力になれないかもしれませんが、シャドウ様が何を考えられているのか、その一端でもお話しいただけないでしょうか。誰にも話せない何か大きなものを抱えながら、私たちに心配させないようにあえて何も考えてないとおっしゃるのですね。やはりシャドウ様は常に先のこと、先のことを考えて動いておられるのですね。あ、その憂いを帯びた沈黙。私にもっと力があれば、その憂いを取り除いて差し上げられるのに。あの、急に変なことを聞くようですが、今日の私、どうですか？見た感じというか、急にこんなこと言われても困りますよね。いえ、少し甘いものを控えたくらいで、すぐ痩せるわけないですよね。現実を直視します。え、そうですか。少し甘いものを控えて。いえ、なんでもないです。そっか、痩せて見えるんですね。え、なんで腕まくりをしてるんですか？今から主様と相撲で勝負？どうしてこんな展開に？三つ星のカフェの1号店には他の店舗にはない特別なものがあるんですよ。普段は気をつけてないと見逃すかもしれませんね。でも主様もきっと見たことがあるはずですよ。申し上げにくいんですが、メニューはどの店舗も同じなんです。主様はやはりご存知でしたか。天井に取り付けられたプレートは意外と気づかれないんですよね。え、まさか私も知らない施設が。でも三つ星商会本店の影の間のような施設を各カフェにも。うん、いいかもしれませんね。